玉座のトルイとその家族。トルイの左手に座る夫人は、聖秘ソルコクタニベキカトルイは、チンギスカンの四男。中国語表記は、ガミナリで、ペルシア語表記では、または、モンゴル語では、ツー類と綴られる。子孫が第四代以降のモンゴル帝国の皇帝位を、世襲したために、映像の病号を送られ、慶上皇帝と、送りなされた。日本語文献では、トルイ、 剣と表記されている場合もある。トルイという名は中世モンゴル語で鏡を意味する。女ジ子ジ、チャガタイ、オホデイの銅母体である。幼少時から英米で武勇に優れ、人望も厚かったという。チンギスカンの制裁ボルテから生まれた罰子だったため、罰シ相続の観光に従って、父の島でウルスの文法を受けずにその手元に持つ、帝国の最有力皇族であった。 1212 12年に始まる第一次禁煙征では、チンギスカンが自ら指揮する中軍を率いて、常に父の傍ら近くに仕え、河北から山東にかけての工学藩に至る地域の征服で数々の勝利を収めた。1219年にホラズムシャー長遠征が開始されると、再びチンギスカンに従って、ここでも中軍を率いてブハーラー。 サマルカンドとその周辺など、マーワラアンナフル地方の諸都市の征服で指揮を取った。1220年秋には、ホラズムシャー長のスルターン・アラウッディン・ムハンマドの追撃にイラン方面へ転戦したジェベ、スブタイラのご爪として、トルイはアムダリア川を渡って、ホラーサン地方へ派遣されている。しかし、この地方の主要都市にさ、メルブやニーシャープール、 エラートなどを征服しているが、先方部隊を含めて爆料に戦死者が出るなど激しい抵抗に遭い、また降伏勧告を促す死者が殺害され、都市陥落の際には殲滅戦になるなど苦戦を強いられた。降伏として投降した住民を虐殺してもいる。翌二百二十一年には、アラアウッディーンの三男で、カズナ地方の領主ジャラアルッディーンが大軍を率いて、挙兵し、 チンギスカンが、ジョチ、チャガタイ、オホデーらを引き連れて、これをアフガニスタンとインダス火星イで迎え撃った。時には、ホラーサーンに泊まって、チンギスカン本軍のご爪を守った。1225年暮れに始まる西夏への遠征で、翌1226年2月には、オホデーと共に父に随行して、聖火領内に侵攻している。トルイはこれらの諸戦役で父と共に各地を転戦して、 軍港を挙げ、その部名を轟かせた。1227年、チンギスカンが没すると、父の所有していた火山と直轄ウルスの101個千人隊に、相当する部民、軍隊のすべてを相続し、親族中で飛び抜けた財力と軍事力を獲得、後継の艦船室まで、帝国の政務を代行する、韓国の地位に就いた。そして2年後、後継の艦の船室にあたっては、 自身の即位を誇示し、父チンギスカンが生前に後継者に定める意向を示していたという兄、オゴデイを第2代カーンに押し、即位させた。オゴデイが即位すると、4個千人体のウルスしか所有しない2位、オゴディに自身のウルスの大部分の指揮権を譲り、その一将軍に甘んじた。間もなくオゴデイを中心に金に対する作戦が、 再開されると、右翼軍の司令官として、金アサとの最終戦争に参戦して、金領西部の山間部に進攻し、1232年にワイヤンチンオショー率いる金軍を、ミブ山の戦いで破って、金の主力を壊滅させる戦功を挙げた。しかし、オホデの本軍と合流して帰還すると上、モンゴル高原に至ったところで休止した。深酒のためと言われるが、し、 修士、原子などのトルイの子孫の聖剣で編まれた諸資料は、いずれも病にかかったオゴデイの身代わりとなるために、呪いのかかった酒を飲み干して死んだとする逸話を伝える。トルイの旧死を、弟の人望と功績を恐れた兄オゴデイによる暴殺と見る説もある。トルイの莫大内産は、ケレート部族出身のヒソルコクタにべきを経て、両人の息子、モンケ、クビライ、フレグ、 ありくぶけの四個に継承され、後の大元、イルハン朝の基盤となった。映像皇帝、十一子長剣宗皇帝、次二骨徒と,と、次三室その名、次四星素皇帝、次五室その名、次六朝比烈骨大王次七ありふ歌大王次八八広史大王、次九松歌大王次十歳、歌と大王次十一雪仏大大王白樹、常、 中国通詞より、母は、リンクムハトゥン。男子はいなかったが、ケルミシュアガという娘が一人いた。彼女は、ジョチ家の筆頭部長だった、コンギラト部族出身のサル時代キュレゲンに嫁ぎ、その娘が、ジョチ家当主のモンケテムルの日となった。この関係で、おじのクビライとオホデイ家のカイルと紛争になったとき、ケルミシュアガは、トルイ家の王女として、徳田の時代まで、 女チ家、クビライ家、フレグ家との関係信仰に尽力したという、母不詳。セブルクルという息子がおり、代々子孫は、相応多を継いだ。長兄、モン家衰退や四兄に、クビライの即位に、多大な貢献をなしたという、母不詳。ゴニー・フレグの西アジア遠征に同行したが、その旅中に、サマルカンドで亡くなり彼の棺は戻されたという。 このストカ隊の息子に、トクテムルという人物がおり、シリギの乱の時に、トルイ家の王族たちを引き、クビライのミコノムガンを捕獲するのに動いた、反乱の中心的な人物だった。ありがとうございます。